最近家で使ってる、はい、あのテレビに、うん、あの名前つけたんですよね。つぼねっていう名前で、あのテレビ局の局って。ちょっと待って待って待って。なんでテレビに名前つけてるの？え、何が？テレビに名前なんてつけるんですよね。あれ、まあ、聞いたことない。何が？あのテレビって名前つけて毎日話しかけてあげた方が長持ちするらしい。サボテンのやつですか？植物とかのやつだから家電でやってるやつ聞いたことない。俺も最初はそう思ってた。でもね、ああいったメカにも魂って宿るらしいから、ちゃんと愛情も接してあげた方がいいんだって。いや、絶対そんなことやる意味ないって。いや、だって実際結構やってる人いるからね。いんのか、本当に。だってほら、たまにさ、あのテレビに向かってこうつい話しかけちゃう人っているじゃん。あ、まあ、確かにたまにいるね。あれ長持ちさせるためにやってらしい。絶対違えよ。普通に感想とかポロッと出ちゃうだけだろ。違う違う違う、あれね、番組じゃなくて本体そのものに話しかけてる。話してねえよ、絶対。番組の感想言ってるだけだって。違う違う、この仕組みに気づいてる人たちだから。何ちょっと自分高みみてえにしてるの。つくな。実際ですね、俺もその名前つけるの始めてからこれマジで効果出たんだよね。効果出た。そうそうそう。え、どうなん。うちのつぼねもね、名前つけて毎日話しかけるようになってから、その都内では絶対に映るはずのないメーテレを受信できるようになった。なんで名古屋でしか見れねえテレビ見れてんの。俺のその本能 G をリアルタイムで見たいって気持ちが。知らない知らない知らない。名古屋でしかやってないダブル工事の番組知らないから。だから愛情持って接したらやっぱ心通じ合えるんだって。家電で分かんない。マジでそうだとしてもたまたまだと思うよ。やったわよお前も。いや、絶対やりたくねえよ。だからね、他にもね、いろんな家電に名前つけてる。他にも名前つけてる。あのエアコンのことをあの暖冷って呼んでるんだけど。暖冷なんで。暖房の暖に冷房の冷。なるほどね。とかあったかいと冷たいで暖冷とか。暖冷。あ、なるほどね。でもうその名前つけるようになってるから、うん、あのドライ機能ってあるじゃん、エアコンに。あるな、除湿させるやつね。ドライ機能をもう一回押したら、うん、スーパードライになったの。おお、強くなった。強くなった。さらにもう一回押したら、もう金麦になった。嘘つけよ。嘘つけって言うんだよ。金麦さん、ダンレイが締めてるビール。そうそうそう、絶対嘘だ。新たな、その機能。違う違う、だってスーパードライはまだいいよ。なんか強いドライなのは分かる。そうそう、強いドライ。金麦どんな機能だよ。俺がやってみたんだけど、金麦をね、設定したら、あの部屋のハウスダストあるじゃん。あれを 75% カットしてる。糖質と一緒なんだよ。金麦がカットしてる糖質と一緒なんだよ。しかもその今の暖房って、あれ大体ハウスダスト 99.9% カットしてるの。75% は結構残るぞ、ハウスダスト。弱えぞ。まあまあ、もともとなかった機能だから、これめちゃくちゃ素晴らしいことだよ。怖がれよ。愛情が伝わってる証拠だから。そうかな。そうそう。やっぱ他にもね、あのこたつにも名前つけてて。こたつにも名前つけて。これはあの断密っていうのね。断密。あの暖房の密度で断密っていうね。あ、なるほど、なるほどね。あ、なんとなくルール分かってきた。あ、まだルール分かってきた。もうなんとなくお前のつけそうなの分かってきた。あ、本当。あ、じゃあちなみにさ、あのストーブはじゃあ俺なんて呼んでるの？ストーブでしょ。ストーブ。結局これもその暖房の器具だから、うん、その暖鬼六とかじゃない？あー、なるほどね。こういうのつけてると思う。はいはいはい。これね、ストーブ。ストーブかよ。なんでストーブだけストーブなんだろう。ストーブに名前つけたらキモいだろ。全部キモいんだよ。もう十分キモいから変わんねえぞ。全然変わんねえぞ。あ、まあまあまあ、ちょっと断密の話に戻すけど。戻るんか。こたつの話ですね。断密ね。そう、うちの断密もそれ名前つけるようになってから、あの温度を上げるメモリあるじゃん。あー、なんかこたつあるね。あれをね、マックスまで上げたら、あのダニ退治モード。あのなんかダニが苦しんでるマークみたいな。あー、なんかね、うちの実家のこたつもそんなの。あと割と古いあのこたつにあるタイプなの。まあそこがマックスだったよ今まではね。これが新たにもう一段階上のができて、それやってみたら、あのそのダニのマークのこの目がね、あのハートマークになって、あの中の照明がピンク色になる気に。意味ねえだろそれ。いらないよ、こたつにピンクになるし。なんかめちゃくちゃエロい演出だし。いらないいらないいらない。エロくする人ねえんだこたつなの。断密ってつけただけあって。いや、絶対いらない機能だけど。やっぱその彼女とか呼んだ時にね、やっぱちょっとエロい雰囲気演出したいから。いや、まずこたつ断密って呼んだら女変えるだろ。なんだよそれ。めちゃくちゃムーディーな感じになる。ムーディーになんねえよそんなの。だからめちゃくちゃ充実してるから今うちの家具ね。あ、そうだ。そうそうそう。だから今からの時期なんて、その断密にくるまりながら暖冷の風を浴びて背骨を眺めるのめちゃくちゃ王様じゃねえかお前。それだけ言ったらハイパーハーレム男。ハーレムすごいなお前。ダンフミのぬくもりも。ダンフミってなんだお前。知らねえやつでできた。あ、言ってなかったっけ。ダンフミ、あの床暖だね。あ、なるほどね。それ踏むから。あ、ダンフミもいいのか。そうそうそう。で、あと諸星ダンの。諸星ダン。諸星ダンは何だ。諸星ダン、ハロゲンヒーター。ハロゲンヒーター。諸星はウルトラマンの人だから。このカラータイマーの明かりとこのハロゲンの。あ、なるほどね。おお、暖房器具持ちすぎじゃない？今思ったけど。で、こたつあって暖房あって床暖房でハロゲンヒーターもあるんだろ。そんなにいらないと思う。うちね、暖房器具ありすぎなんて。捨てちまえ、もういいよ。